やつ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 です。いや俺の方が熱い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 。おぎやぎおぎです。ああ負けた負けた負けた。へいおぎやは強いよ。まあ熱がり方はね負けたことないからね。ああおぎやは熱そうだったな。おぎの熱やり方ってすごいよなやっぱな。いやそうなのよ。あちょっと俺のまだまだだったな。まだね、まだ経験があんまやってないな。あれはねちょっとねしかしいやあれちょっと待ってあれあ俺の勝ちだね。違う、俺の勝ちだね。いやこれはどんなやつやついて一番強くいったところで最終的に咳込んでたら負けだからね。あーダメだ、違うあーダメだね。違うよ今のは。あー無理したね。無理はしてた。無理はしてた。無理はするよ。あー危なかった。最後の暑い時は確か危なかったの。危なかった。あの時危ないけど行っちゃえと思ったんだけどね。今日やばかったでしょ。あー今日はやばい。今日はだってあなた、大阪枚方市で 39.8 だってでしょ。もう40じゃん。40いやーやばいね。40って今年の夏来るでじゃね、ま、もう来るんじゃないの。東京明日ったら暑いんだっけ。東京って今日どれぐらいだったの、まあ、37度6度9分だから7度ちょっとぐらいだよね、まあ、関東でだから期待できるのはやっぱその埼玉熊谷とか。そうよ関東、うん、今頑張ってほしいとか。そうだね埼玉ぐらいかな熊谷。あ佐野もあったな今日。上の方だった上位。あそう佐野、うん、栃木佐野ね。あ、うん、日本人行くかじゃあ。行くんじゃないの。あ大体このさ測ってる場所がなんか木箱かなんかじゃなかったっけ。そういうのもなんかあるよね原因とかね。あと場所によって全然違うらしいじゃない、うん、なんかね。ほんだから本当にああいうさ、ね、えここの場所のに限ってのことなのっていう感じだったよね。そうそうそう、うん、決まってたよね観測ポイントみたいなね。だから俺らが歩いてるようなところは絶対もっと上なんだよあれ。わかる。俺ら異常じゃない俺らが歩いてるところって。異常アスファルトの上、うん、しかも俺らあの BS でね愛車兵器っていう番組やってるんだけどそれが、あれいやちょっとこんなにねえ、あこれ完全俺が逆転勝利だね。だって見て、喉使うんだもん。いや見て、これ全然普通じゃん。だからそれ本当の暑い時は違う、暑い暑いって俺本当に言ってたよ。だけど腹式でしょ言ったの。喉全然じゃん。でも喉で言うから。喉で言うのは暑いのが本物なんだよ。暑い時って喉で言うんだから。すっごいやばいじゃん。腹式で言うわけないじゃん。ほらもう全然止まんないじゃん咳が。あいや全然大丈夫。あ本当な暑くなって、うん、今日は外出たの、うん、ちゃんと今日は。うーん今日もねまあまあちょっと歩いたぐらいかな。コンビニとか行くぐらいで。うんまあ暑いよね。昨日のは俺暑く感じたかな、うん、うちの家の周りもね。愛車遍歴が、うん、いわゆるちょっと場所な何か所かで撮ってるんだけどちょっとねサーキットが軽いサーキットがついてるところがあるわけ、うん、で今週そこだったの、うん、もうサーキットの温度っつったらあれもう40度楽勝で超えてるからね。いや超えてるよあれはすごいよ体感、うん、もうやっぱね。あちゃんとこうそこがこうなんつうのこう掘ってある感じになってるのかなサーキットって。ちょっと すり鉢状の感じだから、ね、そこに安いのが溜まっちゃうんだよね多分ね。あと繰り返しね、そう周りに何もないからそこ場所ちょっと地方でね。だからもういや異常ですよ。だから本当にそこ普通の時蚊がいるんだけどやっぱいないもんね。蚊なんて暑すぎて蚊がいないやつ。そうありえない蚊なんてすごいよね。見ない見ない。そう蚊に刺されないからいいけどね、まあ、そこはね暑さにはいいんだけど最近刺されないでしょ。刺されないね、うんまあ、だから夕方日が暮れてからだもんね刺されるのはね、うんうんまあ、何箇所か刺されてるけど夕方あ刺された夕方はね刺されてるよ昼前は刺されてないの。あ、うん、俺なんかさほら、うん、ベランダにプールがねを出してるじゃない。あ夏は刺されそう、うん会いないけどいない。だって昼間だもん。あ、まあ 昼はね。そう、うん、でそのプールって言ったらベランダに置くプールだからあんな大きいプールじゃなくてさ直径まあ、直径どれぐらい俺と小木俺と小木の距離ってどれぐらい俺とあ1メーター半ぐらい直径じゃあ
直径1メーターちょっととか、こんなにないかな、小木と俺が2人でこの距離では入れないな、もうちょっと近いかな、 1.2、3 メートルの、まあ、プールよ、丸いね、もう出してさ、あの水をバーって入れてるから冷たいじゃん、本当にね、ずっと水入れてる分にはいいんだけど、溜まって水止めるでしょ、もう30分ぐらいでもうちょっとぬるいよ。ああ、わかる、あれはあったかくなるわ、確かに、それぐらいの、いわゆる水の量じゃない、だから30分でもぬるいんだよ、なんか気持ち悪いんだから水足していきたいぐらい。ああ確かにそうだな、で普通さ、あんなさ水なんて入れたら入れないじゃん、本当は冷たくてね、冷たすぎて、それそんなことないでしょ、全然入る、今普通に水道もさ水で出してるのにもうお湯っぽいもんね、家の中の水道とかもね、あれも気持ち悪いよね、ちょっとあったかすぎて、すごいよ、気持ちいいけどね、だけどプールはね、プールはね、プールはちょうど入れるからちょうどいいんだろうけどね、あれはね、それフルチンで入ってんのやっぱ入んねえなんでベランダよでベランダっつったって結構 見られるんだよ周りから。ああそういうベランダなんだ、あんま見えないけど、わかんないけど子供が入ってるさ、ああいう子供のプールってなんかみんなフルチンのイメージがあるんだけど、いやいやちゃんと水着着てるよ、着てんだちゃんと、ラッシュガードまで着させてるよ、あらららら、すごいじゃない、日焼けさせないように、もう最近はもうそうですよ、じゃあそういうあれもないのね、こう影になるようなさ、ね、あれは出してるよ、なんだっけ、カフェにあるような傘、あれね、椅子とか傘とかさ、あんじゃん、ターフみたいなやつね、ターフみたいなやつね、タープね、なんだっけあれね、だからそういうなんつんだっけ、あれのなんつうのあれね、日傘みたいなやつですよ、日傘みたいな言い方じゃないよな、うん、なんだ、パラソルあ、パラソルってあのパラソル、普通の海とかにある、あ、プールサイドにある、風で飛んでっちゃうやつ、いや、もうちょ、ああいうもうちょっと違うやつだけど、でもすげえリゾート感出てる、もっとおしゃれなやつだけど、あ、すごいじゃん、かっこいい、でテーブルとかもあるのじゃん、テーブルソファー、あと、おーおーおー、すげえじゃん、あとすごいこう、なんだろうな、滑り台、なんていうの、長いさ、はい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 、ボードウェイクボードみたいなやつでシャーンって長い距離滑れる、もう俺のもうイメージ、もうナルコスの家なんだよ、その何ナルコスの、ナルコスだから、あ、メキシコのほらマフィアの、ああマフィアの、マフィアのなんかそんなイメージになっちゃってるよ、もうプールがあって、もうね、そのパラソルがあって、テーブルがあって、そうそうそう、滑り台があって、あれをだからギュッとこのベランダに入れた感じちょっとちっちゃく、ああそう、まあでも楽しそうだね、楽しいでしょ、男の子2人で、あの男の子2人だけど、小さな子まだ5ヶ月だから、うん、何もできないよ、まあでもただ入れて、抱っこして入れて、まあフルチンなのそれはそれでフルチンかどうかを、いやいや気にこれすごい気にするわけ、フルチンなの、そこはフルチンでしょ、いや、ね、フルチンじゃないの、まだおむつが取れない子が水着着るときに履く、おむつっていうのがあるの、水着用のおむつっていうのが、分かるあれ俺信じらんないんだけど、あれって何、ほんと出てないの、いや、あんなに気休めだろ、だってあんなのでおしっこしたところで別にそんなもんな出ちゃうよ、いやそうなんだよ、いろんなさ、からプールでもさ、夏おっきいさホテルのプールとか行ってもさ、 あれで泳がしてるもんね、赤ちゃんね、そうだよ、大人と一緒にああいうやってるよ、でもあれでまあ漏れないんだろうなって思いながら、俺はでもやっぱり信用はしてないと思うよ、あの目黒区、あ、区言わない方がいいね、もう言ってるけどね、俺がどこに住んでるか、俺がどこに住んでるか、目黒区だよ、だから目黒区だよ、いわゆるその何区か分かんないけど、区のね、区民プールみたいなのあるでしょ、はいはい、あるある、あんのよ、どっかの区のね、23ぐらいのどっかの区の、分かんないですよね、そうそう、分かんないよ、なんか目黒区とかにもあんのかな、葛飾区かな、葛飾区とかにもいろんな各区にあるんだけど、はいはい、そこにやっぱ朔太郎を、連れてった時前、あれ去年か一昨年かな、いやでも去年だったな、でもまだおむつ、そう考えるとまだおむつ何じゃなかったの、おむつをなんせ、卒業した人じゃないとダメの、ああなるほど、あのいわゆる、はいはいはい、あの海海パンの下に履くおむつをつけてる子供は、お断りなの、はいはいはい、じゃあ取れてから来てくださいねって言われたら、やっぱあんなのつけてたってダメだよって、ダメなんだね、
実際おしっこするし、作太郎その小さいプールでもおしっこする。いやするのは絶対してるとは思うんだけど、うん、まあだからその辺は外国の方がやっぱあれなんだな、緩いっていうか、うん、ね、優しいというか、うんうん、人に対してね、うんうん、外国だと多分確かね、そう断られたことないしね、うちも回る時も全然周りもたくさんいたし、外国ってなんかすごい薬入れてそうじゃん、確かに消毒のすごい入れてると思う、なんかね匂いとかもすごいからね、塩素のね、そうでしょ、そうそう、臭いから、そういう汚いものには薬でどうにかするっていう、ね、考え方だろう、それはあるかもしれない、だから今はもううちでそのプール、まあでもまあ楽しいだろうね、こんなに暑いんだからさ、だから公園なんか時々行ったって本当誰もいないよ、いやそうよ、作太郎が公園好きだからよく帰りとか、まあ、なんか行った後に帰りじゃちょっと30分で公園寄ってくるなんつって、うん、行くじゃん、うん、そうすると本当いないよ、いや分かる、だって外にいないからね、昼間ね、もうね、うんうん、人が、うん、全然歩いてないじゃん、すごい危ないからさ、あでもそういうプールがあればもう最高だと俺は思うよ、ずっとそういうなんか生活憧れてた、そんな親がいたらいいなって、俺今そういう親だよね、そう確かにないもんな、うちとかいいね、うん、道路でうちの前だった時道路だったからね、あ道路にそういうなんか悪いプール出してる人いたね、昔は昭和はそんな感じよ、で車来たらちょっとはずなんかどかしてみたいな、車が来てねどかせないのよあれ、水すげえ重いから、いやすごい重いから、でも重いけど、まあ、こぼれながらさ、そうだでもそんな感じだ、そうよ俺ちっちゃい時はねそういうぐらいよ、おぎんちなんてでも屋上あったじゃん、でもそのちっちゃい時はあの屋上がないのまだ、あまだないんだ、まだね木造のね2階建ての家でね、あ屋根がこうなんす三角形の屋根だから、そうだったんだ、無理だったんだけど、ああでちっちゃい頃はだから道路よ、道路にあれのを出して丸いやつよ、覚えてる、そういうのしか、だってあのほら上から落ちてくるタライあるじゃん、はいはいはい上から落ちてくるもんじゃないからさドリフだよそれそう芸ドリフだよドリフそう芸人界ではタライって上から落ちてくるから、ね、あのタライね、タライってだからあのタライを出してるでしょ、あーたらいもあるよ、ね、昭和はそうだたらい、うん、あのね本当の芸人のやつのね、あれだってあの前に椅子置いてあの足つけてるだけでめちゃくちゃあの涼しいからね、あ 足を水につけるだけで意外ともずっと外って入れるのよ、で俺の場合はもう日焼けをしたいから子供の時って、あ日焼けするとかっこいいっていうかどっかに出かけたい、日焼けしたいなんて感覚あった、あったよってかっこいいじゃん、嘘だよ勝手に黒くなってるじゃん、なってるかもしんないけど、うん、やっぱ日焼けあの夏休み明けとか、うん、あの皮がむけてないとやっぱダメなのよ、 あれねむくのあれステータスだから分かるよ、でやっぱこうどこ行ったのみたいな話にもなるわけだよ、はいはいはい、で俺はうちはどこにも出かけなくてもそのプールの中に日焼けをってどうしたらいいんだろう、なんかさ東京でさああいう水に入って日焼けしてる感じがしないってなんか覚えてる、なんとなくこの東京って日焼けしないんじゃないかって思わなかった、なんかこう裸でいても、でなんで海は日焼けするんだろうと思って、だからうちのプールにはすんごい塩入れて海っぽく、そう海水にさ海水が日焼けするんじゃないかと思って、俺は勝手に思ってすごい塩入れて、ああでそれも体に塗って、ああで浸かりながら、ああたまに出て日焼けしてた、小学生が小学生がそんなことするの、うん、フルチンをもちろん小学生だから絶対フルチンがどうするフルチンで聞いてないんだよ、ね、興味ないんだよフルチンがどうする、フルチンだからね、さあじゃあ今夜もねえ一曲いきましょう、2位で本日の正体、ラジオネームランニング大好き小木さん、八木さん、小本さん、はい、こんばんは、虫よけといえば先週のバナナマンゴールドでバナナマンのお二人がオニヤンマを身につけることで他の虫が寄ってこないと話してました、オニヤンマの話題をいち早く矢作さんが出していて、うん、メガネビーキは時代の最先端を言ってました。ああ、すごいね。ついにオニヤンマくん。オニヤンマくんね、俺のはね。確かにそう。あ、手作りもしたもんね。作った。そうだよ、手作り。そうだよね、オニヤンマくんね。あ、これやっぱもうバナナマンが、オニヤンマくんの存在知った。やっとなんだ。ああ。一日ずれてるだけでこんなに何年も差が出るんだな。そうだな。オニヤンマくんの話が一日ずれてるだけで向こうに行かないもんなんだな。3年行かなかったってことだよ。うん、すごいね。やっと知ったんだ。もうなあ、オニヤンマくんなんて、すごいよな、うん。あれ本当に効果があるのかどうかが未だにわからない。
いや、でも、そうなんだよ。虫コナーズとかああいうのだって、よくわかんないって CM で言ってるもんね。よくわかんないけど、確かにね。つけてた方が、あれ、長澤まさみの CM だっけ、そんなこと言ってんの。なんか効果あるかどうかよくわかんないけど、一応つけときたいみたいな。だから、効果がよくわかんないんだよね。効果あんのかね、マジで。虫除けとか、スプレーでしてても刺されてっからね。あ、そう。結局。俺でもさ、蚊をね。蚊、うん、蚊。蚊ね。うん。おぎって蚊をもうパチンって叩かないじゃん。うん、叩かない。でしょ、うん、あの、そういう人に朗報なんだけど。また朗報来た。前何の朗報だったんだけど、なんかいい朗報もらったことある。蚊は、だから、その前話したのは、蚊を、まあ、なくそうとしてると。ああ、あったね。全滅させようとしてると。はいはいはい。うん。あの人が、ビル・ゲイツが、うん。はいはい。コーヒーのやつね。そうそう。でも、顔を全滅させちゃうと、なんかコーヒーの、なんか、花粉みたいな、なんかを運んでるから、蚊が運んでるから、コーヒーが世の中からなくなっちゃうね、みたいな話が。あったね。あったね。じゃなくて、顔を殺すんじゃなくて。うん。どうすりゃいいの？これ本当、この一週間、先週のね、木曜日からのこの一週間の間に何かで俺見たと思うんだけど、蚊に、まあ、虫除けのスプレーみたいなのとかもあるよね。じゃなくて、蚊にかけると、それは蚊を殺すんじゃなくて、蚊を落とすの、下に。おぉ。っていうのが発明されたって。蚊を落とすんだ。そう、それは何かっていうと、蚊っていうのは水とかをじゃあ、スプレー、シャワーでもいいよ、何でも。かけても、下に落ちない。なんでか。おぉ、落ちないんだ、それは。虫ってさ、落ちなくない？だって雨の日とか飛べるじゃん。落ちない。ねえ、だから、あ、ハエがいると思ってシャワーとかの、そう、あの、コバエみたいなね。コバエとかも。あれシャワー落ちないんだよ。落ちないでしょ、だから蚊も落ちないの。へぇ、なんだけど、そのスプレーは下に落ちる。なんでかっていうと、海面活性剤をなんか使ってるとかって言ったかな。葉っぱ、要は、羽の、蚊の羽？蚊の羽ね。多分虫の羽なのかな、は、そういう、弾くんだろうね。水を。だから多分落ちないよね。それは、海面活性剤かなんか入ってて、それかけると、羽にそれついちゃうんだって、その、あら液体が。はい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 。だから止めないから落ちちゃうっていう。おぉ。かわいそうじゃん、それ。すげえかわいそうじゃん。踏まれちゃうじゃん、そしたら。でも殺してないんだよ。落としてるだけだよ。かわいそう、でも踏まれちゃう。そういうのを開発したっていう、なんか、記事を見たよ。いや、どっち？それ。いや、バンって叩いてさ、殺すのと、でも、落として踏まれちゃうやつと。じゃあ、蚊はちょっと、蚊には気の毒かもしんないけど、じゃあ、殺虫剤ってちょっと体に悪そうじゃん。人間の体にも。悪そう。なんかね、吸い込んだりしたら。でも、それは絶対体、人間には悪くなさそうじゃない？確かにね。ね。だから人間かけてもいいわけだからさ。だから、それがいたら、シュッて。じゃあ、ちょっとこう、ゴキブリが上の方に行った時に、それかけちゃえば、絶対飛んでこないってことだね。飛ばなきゃ怖くないじゃん、あれ。ゴキブリ？うん。いや、ゴキブリ飛ばないで真下に落ちるの超怖いよ。でも、あれって飛ぶ可能性があるから怖いんじゃん、あれが。上登ったやつよ。下にいるのももちろん怖いんだけど、上行った時に、もう飛ぶなーと思った時にスプレーできないじゃん。壁ファーって上がってった時に、あの時に、壁に、殺虫剤やっても、なんかパニックになって飛ぶやついるじゃん。飛ぶやついる。でも、それが怖いからもうやれないじゃん、上行っちゃった場合。じゃあやっぱゴキブリの羽にも効くよな。効くよ。それな。それも飛ばないんだったら俺なんか安心できる気がする。それをやってから殺虫剤よ。そしたらもう、ファッてできそうな気がしない？あの羽違うのかな？確かゴキブリの羽ってちょっとより弾きそうな、ね。なんか油でコーティングされてるからね。あれすごいよ。水も弾きそうな気もするな、確かに。ああ。そういうのあるよ、だから。だこの蚊対策としてね、あれが、まあ商品化まだしてないんだろうけど、そういうのを発明したみたいな話だったのかな。ああ。なるほど。じゃあ、オニオンマ君も、じゃあ、バナナマンにね、俺いっぱい買ったからね、あの時ね。オニオンマ君。買ったんだよ、ね。いっぱい買ったんだよ、ね、俺。そうだ、そうだ。買えなかったんだから。そうだ。あんなに人気があったものがさ、今更流行ってるっておかしくない？あの時何、俺たちあんなに騒いでたけど、流行ってなかったってこと、世間的には。ん？ニュースになってた？なってた。なってた？なんでそんな遅いの？今更言ってんの？あれね。まあ、ね、大量生産してないんだろうな。してないんだろうな。そうだよ。あと俺たちはほら、SNS やってないからあんまり興味なかったけど、Twitter の、あのブランド名が X に変わったの知ってる？
それはもうね、ナホからも聞いてますよ、ちゃんと。ああ、うん。まあ、ナホって言えば、お前、ナホの情報すごいな。うん、何が？俺昨日、一昨日聞いたんだけど。情報すごいな。何？いや、だから俺、朗報それ、朗報なの？朗報だよ。これラジオ聞いてる人に超朗報だよ、また。また何があったの？俺がまずね、ラジオでね、パスポート取るのが大変だってみんなに教えてあげたよね。で、たまたまそれ一緒に仕事した女性タレントがね、もう海外の仕事増える増えないみたいな話してて、で、パスポート切れてるんですよ、みたいな話したの。うん、だから、大変だよ、もう、今もこのコロナもちょっとね、だいぶ収まって、俺、海外どこでも行けるようになってきたから、仕事来るよ。パスポート取っていた方がいいよ。だけど、パスポート取るの大変なんだよ、って。教えてあげたけ、このラジオでしたようにね。2階のパスポートセンターに、しか4階まで並んで、あれ、だいたい5、6時間はかかるよ、なんて言ったら、小木がさ、いや、もうそう。その話を小木も知ってたくせに、いやいや、いや、急に偉そうに。そんな感じ。その女の子に、女のタレントに格好つけて。いや。そんな感じじゃないよ。ね。うん、いや。なんだっけ、自分のマイカード。あれね、俺その時もまた言えなかったよ。マイナンバーカードか。マイナンバーカードあったら、簡単だよって言い出して。そう。あのね、うん、携帯で、まだから。マイナンバーカードで登録したら、そう、スマホから行けるよと。行かなくていいんだって。そう、登録できて。登録できて、もう6日後ぐらいに、もう取りに行けばいいだけ。あと取りに行けばいいだけ。で、あれ、どんなに6時間なら並ぶじゃん、取りに行くと。でもあれ、取りに行くときは、もう俺のもう5分、10分なのよ。取りに行くときは。あの、申請に時間かかるだけで。そうそうそう。そしたら、マイナンバー、マイナンバーカード。でも、マイナンバー、言えないんだよ。マイナンバーカード。ありえないんだよ。ああ、マンダー、あの時も言えなかった。マイナンバーカード。マイナンバーカード入れた方がいいな、ゆっくり言葉に。そうなんだ、あれね、条件としてね、あの時言い忘れたんだけど、更新に限りなんだよ。あの時やっぱ女のね、女性タレントの前だから格好つけて言っちゃったけど、帰りの車で気づいたの。最悪じゃん。あの子に。あの子は、更新じゃなくて、期限が切れてる。切れてんだよね。だから多分、更新じゃない。うん、だから今すごいやばいと思ってる。更新だったら、それがいけるんだけど、忘れちゃった、その時言うの。ついつい格好つけたくてさ、急いで行っちゃったんだよね、あの時。うん、ラジオネーム、アンノン。皆さん、こんばんみ。おい、おぎやぎ。今のパスポートの話で、どこに、ナホさん出てくるんだよ。出してくれよ。ナホ、だからナホが言ったんだよ、その情報。ナホが。わかるだろ、話の流れで。ナホが言ったんだよ、それ。ナホが言ったんだよ、今。ナホが教えてくれたんだよな。うん、だから。ナホは、そう、あのね、夏に海外にちょっと行こうと思ったんですよ、うちの家族が。で、念のため、あ、そのね、行く場所がね、先にね、ビザみたいの登録しなきゃいけないような場所だったのね。だ念のため先にもうやっておこうと思って、うち家族3人 の、 あのパスポート出したらさ、もうナホがもう残り2ヶ月しかなかったの。3ヶ月ぐらいしか。で、海外ってほら、なんか残り半年は出てなきゃいけない。ね、でそこで気づいて、よかったってなって、ナホ行け行けっつって言ったんだけど、ナホはもう面倒さがり屋だから、行かないわけよ。うん、で、なんとかやっぱ行かないで、住むように調べんの、あの人って。なるほどね。めんどくさがりやって。はいはい。いい方法ないかとの。そう。で、それで見つけたのよ。これでいけるよ、みたいな。へぇー。すごいなぁと思って。へぇー。あと、朗報もう一つあったな。出た、朗報。ナホからの朗報。待ってました、朗報。ナホからの朗報で。うん。今日昼間話したのかな？今日の昼。最新情報だね。最新情報。最近はナホよくいないっつってんや、家とかに。いない。全然もう飲み歩いて。うんうん、で、今日の昼とかも、何気なくこう、夫婦の会話があってさ。うんうん、いや、おぎさーっつって。うん、まあ最近ね、まあ最近っていうかまあ何回に1回かぐらいは飲んでる、その、うん、おじさんおばさんがいるなって、夫婦の、うん。で、それがまあ結構地方の方が来る夫婦で、で、よくですね、東京で飲んでは、まあ、朝方になっちゃうから、うん、ビジネスホテルとか泊まったりとか、うん、ラボホに泊まるんだって。へぇー。で、ナホも、やっぱいつも一緒に、そういうの人来たら、まあ、飲んじゃうから、朝まで、うん。一緒に行くっつって、うん。で、ラボホテルに行くんだって。ナホも、3人。3人でラボホテルに行くの？そう。もう久々に聞いたよ、奥さんからさ。うん、ラボホ、
全然入れないんだけど、みたいな話になって。ラブホの話俺ですんの？言うセリフじゃないからね、そう、いい。なんで全然入れないんだけどって。え、なんで入れないのってなって。まあ俺もなんで入れないのって話したわけよ。うんうん、3人で行くんだけど、ラブホで、ね、だいたい今東京、ラブホ結構断られるっつって。昔さ、とかさ、泣いて晴れたよねとか言うわけ。俺の知らない情報なんだよ。やだよな。奥さんね、言うのやだよな。昔晴れたよね、ラブホランが。結構あったよね。こっちも、おーおーぐらいしか言えないよな。そう、もうそ、うーん。うん、まあ、確かに、うーん。今、新宿とかさ、全然晴れないんだよ。おー。やだよな、その情報。あ、そう。あ、そうなんだ、みたいな。で、それで、やもうなく帰ってきちゃったみたいな話なんだけどさ、ああ、まあそんな情報ですよ、だから。ああ、今、だから二人じゃないとなかなか入れないらしい。ああ、昔はよくたくさん入れたらしいんだけどね、何人かで。そういう部屋もあったんだってよく。パーティールーム的なものも、はいはいはい、うん、結構あったらしいよ。まあでも俺も似たような経験あるけどな、昔の彼女にな、あの、撮った時で、八王子のラブホ全部制覇したことあるって言われて。何が八王子なんだよ。ラブホ全部制覇だよ。制覇。制覇すげえな。でもラブホに泊まる夫婦ってすごいな。俺前話したよね、ラブホに泊まった話。あ、多分おぎ覚えてないからしてあげるけど、あの、京都に行くときにね、おうおうおう、車で俺よく京都行くじゃん。はいはいはい。で、まあ京都まで全然行けんだけど、うん、ちょっと一回途中でね、うん、なんか浜松あたりで、うん、そう、一回泊まって。やらしいな、浜松あたりありそうだ、たくさん。泊まって、あの、行ったらすごいもっと楽かもね、なんつって、うなぎ食べてさ、なんつって。で、すげえ。初デートみたいな、ね、その、やり、言い方が。うなぎで勢力つけてさ、なんかさ、うなぎでも食べてさ、とか、浜松でさ、なんつって。ちょっと休んでさ、ちょっと降りてさ、なんつって。だけど、それをね、一回やったことあんのよ。おお、結婚してから。結婚してから、うん、もうそれで夫婦でさ、うん、あのそれやったんだけどさ、これは本当にラブホのね、不思議というか、はいはいはい、ラブホっていうのはさ、夫婦で泊まると嫌なとこだね。嫌なとこ。いや、わかんないけど、どうなの。だから、本当に愛してる人とは泊まっちゃいけないとこなの、ラブホって。あ、いいこと言ったかもしんない。本当に愛してる人とは行かないか。困っちゃいけないとか。そうだね。あれは俺、なんだよ。妻と、やっぱラブホ泊まって思ったら、うん、もうね、気持ち悪い、あの、分かるよ、もう、なんだ何今の。不死ならすぎて、なんか、まあ、外の窓がないからね。なんかそう、すごく下がれててさ、うん、汚らわしいの。なんか。おー、毛が荒わしすぎるの。わかるわかる。ラブホって。うん。妻と泊まると。でも散々言ってたわけじゃん。昔は。昔はね。昔、学生の頃。そう。まあ昔ね。だからやっぱ本当に愛してない人とやっぱ言ってたから。で、やっぱさ、今に行っても、あの、ベッドのサイドのあのライトとかを、やっぱ、あんまり詳しくないような感じの、え、芝居するんだよ。するよ。やっぱそれはそれお互いね。それお互いよ。これ何これ。あ、こんなとこ負けた。あ、これもうなんだろう。いや、あるんだ。ちょっと初めて来たみたいな。あれはだけど、うん、そういう気持ちに、だから、確かに本当にやることしか、うん、性にし、ね、しか興味がない人間は、あれ気にならないの。ラブホの、ね、あの、怪我らわしさっていうのは、あれ気持ち悪い、うん、気にならないんだけど、うん、ほら、性にしか興味ないわけじゃない、妻はもう、はいはいはい。もう人として愛してるわけでしょ。そうなってくると、あんな怪我らわしい場所ないぞ。だからその夫婦は、うん、本当に愛してないと思う。なるほど。まあ違う、その夫婦はもう結構おじさん、もう、老夫婦ってわけでもないんだけど、まあまあ、結局安いからなんだ、多分ね。だから最初はそう思ったの。あの、予約しないでブラッと行って泊まれるから、そう、いいやと思って行ったんだけど、それでも、結果、泊まったこと自体は良かったから、うんうん、あ、このパターンいいなと思って、次行った時も確か、名古屋か、な、ぐらいで一回泊まったの。その時はちゃんと、あの、いわゆるビジネスホテル、うん、を取ったの。名古屋で？名古屋の。浜松と名古屋ってすげえ近いやん。なんで、そこ。次回はちゃんと。ちゃんと、だからもうラブホはもう。その後ラブホの話とかって、うん、奥さんとするの？そういうのって。
ラボホ、あの時ラボホの思い出。あれってやっぱ愛し合ってなきゃダメだな。1、2回はしたと思う。愛し合って、うん、あのラボホの気持ち悪さは、したと思う。あれはやっぱ本当に目的が本当にもう、そういう話ってでも夫婦でもしたくないじゃん、なんか。あ、だからちょっと。気がらしい話。ちょっと俺たちの中でもあれは、もう、うん、あんまり話さないような思い出かもしれない。わかる。だからラボホっていいとこだよ。いや、すごい、性の、性に関しては。そうそうそう。便利だしね。そう。うん、俺は好きだったよ、むしろ。いや、わかる。うん。安いし。テンション上がるだろ？テンション上がる。これがやっぱ違う、妻となると。はぁ、あ、確かにね。あれは、だあれが不倫だったらすごいんだぞ、多分。まあね。面白いだろうね。まあ、あと若いカップルね。うん。若いカップルと不倫はいいね。いや、最高だよ。ラボホは。ラボホなんてさ。でもラボホって日本にしかない文化だからさ。あ、そうなのか、あれ。そうだよ。あ、だからやっぱ、不倫文化なんだ、日本は。そうだね。あれ、妻と行くとこじゃないもんね。いや、確かに。なんか気持ち悪い、矢作の奥さんと行ったなんて、俺も。え、や、お、俺が行ったみたいになってる。俺と、俺も矢作の奥さんと行くの嫌だもんな。それはいいのよ。それはすごいいいのよ。俺の奥さんと行く分には。いや、でもなんかそれも嫌だ、嫌な感じ、もう。行ってみこんの知り合いの奥さんとも嫌だ。ナホと。もうナホも嫌だ。もう嫌だ嫌だ、そんな。じゃあ、あんだけ昔入ったのね、つってるくせに知らないふりするんだから。入ったの。いやー、確かにな。ナホファーな。ラジオネームババファイ。おぎやぎ工務店さん、やぶにしっけ。おい、おぎ。うん。俺らは二人だろう、三人だろうと、ラボホに入らないんだから、朗報じゃねえんだよ。失格。そっか。え？だからクソメンは知らないの入んないんだよ。クソメンは知らないのか。ラボに。ラボホね。ああ。いいとこだよ、あれ、本当に。ラボホって面白いよね。特に車の免許あった方が絶対いいよね。本当、サービスエリアじゃねえば、インターチェンジね、うん。出口に出た時にやっぱたくさんあるもんね、うん。ある、ある。あれテンション上がるもんね。あるね。大きいラボがたくさんあってさ。うん、俺一回も行ったことないの。ああ、そう。そういうラボホよ。池袋って、とか渋谷新宿あたりはあんのよ。ああ。でもああいう地方がないから、ああ。憧れでしかない。へえ。なんか地方のって楽しそうじゃん。うん、広そうだし。広いよ、地方のは広くて安いよ。安いでしょ。だから広さが違う。だからなんかも、だからそういうどんよりしてるイメージもないのよ。だってほんとスイートルームおおみたいに広いの。もうほんと、だからよく写真ではジャグジーみたいなのが。そうだよ。写真があったりとかしてさ、看板とかに。ホテルのスイートルーム。うん、例えばじゃあその辺のじゃあ、六本木だったらじゃあ、あそこね、グランドハイアットのスイートなんつったら、まあじゃあ30万とか20万とかするとするよ。うんうんうん、それが1万2000円とかだよ。一番いい部屋が。そうなんだ、ね。ああいうところの。ああいうところね。やつ、露天ジャグジーついてるからね。そうそうそう。ああ憧れなんだよね。なあ。でももう入れないじゃん、絶対。不倫だったら入れない。不倫はむしろ、だって、その都内のとこよりかも、車で、そっち方行った方が。だから意外と芸能人は、遠くのああいう、本当？ラブホとか行くって話聞いたことあるけど。なんか、せっこいとか思われない？若い子に。せっこくないとか、そういう、大義名分があるから。バレちゃうからさ。バレちゃうからさ。あの、東京でそっと入っちゃうと、いやいや、ほら、人目についちゃうから、だからちょっと、地方のさ、埼玉とかの、とこに。ラブホってだって、入り口、誰かに会う。会わないでしょ。俺の行ってるラブホって、行ってたやつ。行ってるって言ってたやつ。池袋とかさ、うん、ラボって、まあ、俺の世代なのかな、あれ流行ってたじゃん。うん、結構、待つよね。待ち合室あったよね。あったよ、あった。あれだから、それ、新宿とか池袋とか渋谷とか、ラブホ街のやつは、あれだけど。結構、だから顔合わせんのよ。合わせないよ。地方のやつは。合わないの、もう。うん。何それ。だから、空いてるの。空いてんだ。うん。へぇー。あと、うん。で、一軒一軒。一軒一軒あるやつとか。あの、アパートとかでさ、よく1階と2階があるアパートで知ってる？ 1 階に入り口があってすぐ階段で2階部屋になってる。が、でも、一棟一棟なの。はいはいはい。なんか俺取材で行ったことある。そういうラブホン。ああ、はい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 、はい、うんうん。詳しいね。あるから俺行ったこと。そういうところ？ああ、そう、昔？まあ、昔ね。ああ、車で行って、うん、そのままもう誰にも待つにもう部屋に入れるの。あ、入れんの。で、部屋入ってからなんかチェックインみたいな。うん。うんうんなんか多分、受付と。チェックインなんかないの？何すんの？入って、何？ん？入
入って、チェックインあったチェックインするでしょ。だってドア閉まってんでしょ、開けんの、え、なんなの、開けて、入って、うん、違うよ。で、お金払うんじゃなかったっけ、多分自動販売機みたいになってて、そこになんかお金入れるんだよ、なんか。俺はあくまでも取材で行ったやつよ、最近。最近で3、4年前、取材でね。そんな取材あるわけないだろ、ラブホの取材の仕事だもん。取材であったんだよ、取材。雑誌のスパとかそういうやつやってなかったよ、あった、あった、それで。自動販売機だった。ああ、どうもどうもどうも。はいはい。じゃあ、お邪魔しまーす。はいはいはい、どうぞどうぞ。はい、よく来たね。あ、ありがとうございます。あ、あったのうち、屁こいてるみたい。はい、どうぞ。あ、おぎ。どうもどうも。あ、どうも。家族も連れてきちゃった。あ、いいですよ。うん、じゃあ、お邪魔します。じゃあ、上がってください。はい。何で笑ってんですか。ちょっと、早く言って。なんだろう。あ、これ、お土産のワイン。いや、今好きなワイン。あ、やった、これ嬉しい。俺好きで白いの。ね。そう、うん、嬉しい、はい、どうしたらいい、あ、うん、そのお詫びてきたんだけど、うち英語違う、なんだよ、あのエビが難しいと思うんだって、英語聞いてたら難しい、まあでもこんなにラボの話してるとさ、うん、はいはい、クソメンクソガールにとっては本当退屈だろう、まあ、そうだね。もうゴルフの話されてるぐらい関係ない、関係ない話だな。関係ないからもうさ、なあ、行ったことないんだから、うん、ほとんどの人も。条件も浮かばないし、うん、本当だ。だからさっきのね、うん、これはちょっと老舗の逆、うん、はい、ね、うん、秘宝、秘宝、はいはい、なんですけど、うん、おじさんにとって、うん、まあ先ほど、うん、そういう埼玉あたりのね、うん、ラブホを不倫するにはいいと。はいはい、うん、言いました。それは本当に誰にも合わないし、そうよ、そすごく一番バレないくていいんだけど、うん、すごいいいと思って俺行こうと思ってる、はい、うん、でしょ、うん、そう、今って思っちゃったんだけど、さっきの思ってるよ、うん、名護の、まあ、情報じゃないけど、うん、ほら実は更新の人しかパスポートできないみたいな、はいはいはい、一応ちょっと注意書きね、うん、ああそういうのあんの、一応ね、あんの、確かにその週刊誌の記者とかの目をね、うん、まあ離れるにはすごいいいん、うん、地方のそういうラボがいいが一番いいんだけど、うん、はいはい、ただ、うん、注意してほしいのはそのお相手、うん、がリークした場合、うん、すごいダサいよね、いやいや、やっぱりリークされた時に地方のラボ法がすごいバレなくていいんだよっていうふうに言われて、いつも小木さんとそういう愛せ、うん、愛すんや、なんで愛す、愛するとき、愛するとき、ね、仰せを、うん、するときは、地方のラブホが、うん、いつもね、まあまあまあね、できたなんて言われると、恥ずかしいっていう。だから今、それやはり秘宝だって今言い方して、ね、うん、そんなリークされた場合とか言うけど、うん、俺の相手する女なんて、全員リークしますよ。うん、そんな女しか俺とやってくんないから、まず。そんなの分かってんのよ、こっちは。そんなやつしかやれないんだから、俺は。リークするやつしか。そうだな、まあ。ちゃんとした子なんて無理なんだから。リークするような、どうしようもないやつしか、補えんかな。そうだよ。無理だよな。俺が抱けた時点でもう、あ、こいつリークするんだなって、もう。それがだってもう、バロメーターになってっから。そうか。そうよ。ってことはやっぱリークされてもいいようなとこで、そう。ね。うん。もうしないと、それはだからもうカメラがあると思って、そうだね、小木は隠しカメラがあると思って浮気しないと、スター本当に絶対恥ずかしくない浮気、好印象のままいけるよね、どこに出しても恥ずかしくない浮気をしないとダメなのよ、あ、まあここで言うのはあれわかんないけど、浜ちゃんのあれいいやつ、どこに出してもいいやつ、あれ浜ちゃんのはあれ、好印象だよね。あれ、超好印象。あれ、そうだね。あのぐらいのことすりゃいいんだよね。まだ、超えていかないとダメ。超えると。今までで一番、この、なんだろう、うん、浮気をリークされた、その文章の時に、うん、何これ、小木。確かに。こんなんだったらもう、小木と浮気したよ、って、思われる、ね、全員の女性が、小木さんに抱かれたいんですけどって、言うぐらい、もう本当隠しカメラついてる、と思って浮気したらいいと思う。まあね、でもそこまでしたら、その子は多分リークしないと思うよ、もう。そこまで俺が素晴らしい男性だった。いや、するよ。だって、言ったっておぎんで上がれてんだろ。確かにな。うん、リークするやつしか付き合ってこねえんだよな。
本当に確かにね、ちょっとそれを頑張っていかないといけないな、ね、ラジオネームジャスティン・ヒーハー、小木さん、八木さん、やばいコムテさん、うん、こんばんは。最近のラブホは2極化していて、数人で入れるパーティーコースみたいなのを導入しているところと、2人でしか入れないところに分かれてるみたいな。パーティーコース、パーティーコース、数人で入れるなんてめちゃくちゃ やばいじゃん。やばい、最悪じゃん。そんな最悪って何が、数人で入れるなんて最悪じゃん。乱行パーティーじゃん。でも数人でナホは入ろうとしてたんだから。それだってほらちょっと違うじゃん。まあちょっと違うけどね。うん。でもそういう多分人用の可能性はあるし、なんだろうね。僕友達同士だから。そっか、男にしてみたらいいのか。だって。そうだよ。それが俺たちはそのちょっとこう中年男性だから。うん、ラボホでパーティーコースって言ったら乱行パーティーじゃんって頭になっちゃうけど。そうじゃなく、若い女の子たち、男の子たちは、そうよ。そこで、あの、普通にそこで、パーティールームだ。そう、そこがラモホっていうだけで、別にカラオケボックスのパーティールームと同じ感覚だって、そう。いうふうに思わせとけば、す、うん、り込ませりゃいいんだもん、女性に。そしたら入りやすいし。そうだよ。ラジオネームひらがなで腰痛い、うん、おじさん、八木さん、小室さん、こんばんは、うん、この前女友達が隣の部屋でエッチしている横でお菓子食べたり遊べる神経がわからないとラブホ女子会をディスっていました。確かにそうだなと思いました。ラブホディス、あ、ラブホ女子会ってあるんだよね。なんかそれは見たなんか、そうだ、タレントでもなんかいたな、そんなの、うん、楽しいんだよね。楽しいしてたよ。あの最近のラブホはいろいろ、まあちょっと現実離れしてるから、普通のホテルとはちょっと違う形とか作りがね。そう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 ね、面白いんだよ。で、カラオケもできるから、ほんとさ、楽しいんだよ。うん。うん、でも、ちょっと潔癖症な人は嫌だよね。嫌だ、あれ嫌だ、ね。ちょっと前までやっぱそこでなんか行われてたとか考えたのも嫌だし。うん、ね、うん。布団の下にビニールかなんかこう敷いてあるでしょ。前の俺も気持ち悪い。布団の下にビニール敷いたの？敷いたんだよ、あれ。ビニール敷いた、ビニール。布団の下でどこ？布団ってあの、下の布団。ベッドのマット？そう。マットレス？マットレスの上？下？マットレスの上かな？上と、ちょっとしたパッドね。だから布団っていうか、パッドの間に、うん、にビニール。ああ。だそういうのは、いや、すごい素晴らしいことなんだけどね。それはね、そう、漏れてもあれでもいいようにさ。ああ。だけどなんかそういうのがあるだけでもなんか俺もう。そういうプレイのね。スーパープレイする人いるもんな。そう、スーパープレイしてんだここでとか思うだけで俺もう怖くなっちゃうのも。ああ、もうちょっとやだな。怪我らしいなと思っちゃう。おぎは絶対に無理だよね。俺、あれ、潔癖症ってさ、うん、考え始めるとやばいじゃん。うん、やばい。もう一つ、もう全部気になってくる。もうソファーなんてもう気持ち悪いからね。ラブソファーっつの二人のやつよ。二人座れる。ラブソファー。あれ、ラブソファーっつんだっけ？二人座れるやつ。ね、ああいうのとかもう気持ち悪いよ、絶対。いや、わかる。だってあそこ。普通にフルチンで座ってるんだろ？そう、フルチンで。あれ。フルチンで、フルチン。あそここそフルチンだよ。フルチンで座ってんだぜ。あそこ、俺も座りたくないんだよ。だからそれでも考え出すと、でも全部ダメ、俺。そうなのよ。もう嫌なの。俺、レストランとかも、どこでフルチンできるとか。俺考え、いや、フルチンじゃなくて、俺、あえて見ないようにしてっからね。食器とか。わかる。ナイフとかフォークとか。はい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 。俺、よーく見ないようにしてんの。フォークね。あれ、よーく見ちゃうと。フォーク、スプーンとかね。そうもうね。あれ、よーく見たらおしまいだからね。おしまいなのよ。そうなのよ。見ないようにして、確かに。よーく見ないようにしてるでしょ。わかるわかる。ね。そうそう、そういうことなのよ。やばい。嫌な話だね、全部もう。だって今日、どうすんの、メールテーマ。まあ、こんなん無理だよ、だって。朗報じゃないの、朗報で。あ、朗報あるから、ラブホはもう無理だろ。ラブホは無理だけど、やっぱさ、いろんな朗報あるから、それでやっぱまたこう、ね、明るくしたいじゃない。うん、朗報知りたい。朗報で。今ちょっとすごい、まあ、げんなりしちゃってるからさ。なあ。うん。朗報聞きたいな。じゃあ今日の。夏ね。うん。メールテーマは、朗報。うん。ね。朗報。メールアドレス、メガネアットマーク、tbs.co.jp、すべて小文字で送ってください。念のため言っておきますが、今お聞きの番組は、現在開催中の世界水泳選手権の中継ではありません。これは、世界水メガネ選手権の中継です。嘘です。おぎやはぎのメガネビーキです、うん。ということで、TBS ラジオから生放送でお送りしておりますよ。はい、ラジオネーム、ポッチザコック。はい、栗谷さんが、そんなことないよ。
おじさんはモテるよ。俺にはわかる。そんな女じゃなくても絶対いけるよ。何言ってんだお前が。なんでお前がわかんのお前に。童貞な、童貞な改め。だから童貞がそういうふうに思っちゃうんだな、俺は。あ、そうか。やっぱクソメンのほら。そうか、童貞の星だからね、俺ね。星だからね。うん、ツイッター改め、X に投稿しています。あいつ偉そうですね。X? あ、これが X? 出た。X の話を。X ですもん。仕掛けたじゃん。そうですよ。そうだ、そうだ。X。ツイッターが X になったんだよ。もう、違和感でしかないんだけど、その今言われても。X でしょ？ X になったって。だからさ、うんうん、まあ、あの人が、イーロン・マスクがさ、はいはい、ツイッターって買収したじゃん、はい、あの人の会社が X 社だから、うん、だからまあ X にしたってことなんだけど、はいはいはい、まあもちろんツイッター買収して、うん、ツイッターのまま行ってもいいけど、まあ X 社になったわけだから、まあこれも変えようってなるのもわかるけどさ。でもさ、ツイートするみたいのがさ、うん、まあツイートするは日本語か。まあでもツイート？ツイートっていうのがもうほら、もうそういう言葉になったよ。普及してる。Google を Google と一緒でね。そうそうそう。ああ、それを変えるってすごくね、ツイートって意味もあったわけだしさ。X?X をなんて言うのじゃあ、ツイートするときは。ね、Xっていうんだって。ツイートを今後何と呼ぶべきかって聞かれたら、イーロン・マスクが、Xって答えたらしい。だから、うん、このクリちゃんには、こういうふうに Xしてたよって。すげえ。言いづらいんだ。言いづらいね。これ日本人が言いづらいだけで、外国の人は別に X って言いやすいのかな。もしかしたらそうかもね。日本語だとちょっと X って言われる、うん。セックスレスみたいだもんね。セックスレス。ずっとラブホの話してたからじゃないの。X レス。ねえ。いやでもなんか、でもこういうものって、最初はすごい違和感があるけど、どうせ。半年ぐらい？いや、ちょっともうちょっとかかるかもしれない。やっぱツイッターが、だってあの人。Facebook がメタになってんだけど。そうだね。メタってなんかね、うん、なんかまだ、メタって感じでしょ？あの時思った。でしょ、うん、だから、そういうのを、でも、まあ、長い目で見た時に、ほら、この人たちは長い目で。見るからね。っていうか別にそんなの今 X って言ったら、知ってます。はい、知ってますよ。イーロン・マスクがしたら、はいはい、みんなそうでしょ？変だよと。うん、はい、Twitter。前のツイッターの方がやかったよってほとんどの人言いますよね。はい、知ってます、うん、知ってます。はい、分かってますよ。そうなんです。10年後、全然誰もそんなこと言ってません。なるほど。っていう感じだから。X せず、X せず、X せずね。X せず、せずになっちゃう、せず。うん。だから今までだってあるその変えてさ、前の方が良かったよって思ったけど、ずーっと10年後もまだ前の方が良かったよって思ってるものなんてある？ああ、なんかあるんだったら言ってみろよ、じゃあ。あるんだったらよ。言うんだよ、みんなそういう風に最初。最初、セリエ A って言ったの。ああ、うん、ああ。途中がセリエ R になったでしょ。いいよ、別に。言い方。いいよ。いいよ。セリエ R のがいいな、確かに。いいだろ。セリエ A より。最初ね、えと思ったの、セリエ A から。思ったよ。セリエ A って。A ってなんだよ、と思ったけど、セリエ A の方がいい。もうセリエ A でしょ？うん、完全そうだ。だからそういうスポーツ関連で言ったらだよ。うん、あれなんかまさに、もう今じゃもう定着しちゃったけど、もう何年前か忘れたけど、ずーっと俺たちは野球見てて、ツーストライク、スリーボールって言ったの、うん。そうだね。でも今は、スリーボール、ツーストライクなのよ。そうなの。もう全然今それで。俺も3ボール2ストライクだもん。もう2ストライク3ボールなんてもう言わないもん。うん、そうだね。あれでも多分まだ、あれ日本変えて、10年も経ってない。多分5年ぐらいのもんじゃないの、うん、まあ多分そうかもね。でももう完全に3ボール2ストライクでしょ。もうそうなった。もうそうだよ。いいでしょ、うん、いいよいいよ。あの違和感さなかったよ。最初はあったね。ああ、うん。これツイッターの X さんがもう。いや、これもうすぐなるってことね。X。X。あるだと他はないよね。まあだから名前になっちゃうんだよね、人の名前だよ。だから、うん、だから会社名で言ったらよ、会社名で、まあ昔の人は知らないかもしれないけど、石川島播磨重工はね、うん、 IHI ですからね。 IHI、 ああなるほどね。 あと銀行名だってしょっちゅう変わってね、まあ、あれは合併してってね、合併してと思うけど、ナショナルと、ナショナルってよかったよね。俺パナソニック、パナソニック、いやパナソニックでしょ、ナショナルでしょう。いや、ナショナルが出てくると、わあ、懐かしい、なんか、昔の昭和の感じがして、懐かしいなっていう良さであって、パナソニックだ。言い方だろ、だからそれ。ナショナル、
ナショナルパナソニック、まあ、かっこいい、まあ、パナソニックかっこいいか、ね、ラジオネームジャイアント敦彦、皆さんこんばんは、うん、老後といえば、うん、今週末隅田川花火大会が4年ぶりに開催されます、うん、あれ何前やってなかったっけ、今日なかったみたいな、ね、4年ぶり、我が家は打ち上げ会場から遠くであるものの隅田川沿いなので娘と一緒に眺めたいと思ってます。そっか、あれテレビでやってるのって過去のやつやってたのかな、去年もやってた気がする、あのあれね、そういいのよ、あの VTR で、ね、俺らどうせテレビ見てんだからね、そうそうそう、 VTR でいいのも同じだからさ、結局でもいいね、隅田川沿いなんだって家が、だから娘と一緒に、いやーいいね、そうあれさ、 家で見なきゃあれって面白くないから、俺前もラジオで話したけど、歩いてあそこ行ったらもう止まれないんだよね、ずーっと歩くのよ、ああでその時確か、ああCA4 人と行ったのかなCA4 人と行ってもう最悪だよ、嘘だなこれ、最悪でさ本当に分かんない、なんか CA4 人とさ行って、花火よりかも CA の声のがでかいずっと歩いてくるわけ、花火より CA の方がでかい、止まってくれないんだよ、 CA も止まれないからさ一緒にもうひっついてさ、そのぎゅうぎゅうだからもうそこで一緒に歩いていかなきゃって、めんどくさかった、かわいそうやもう、 CA うざかった、 CA うざいわ本当にもうCA4 人って行くもんじゃないよね花火は、マジでこれ本当みんなに伝えたい、 CA って行くもんじゃないこれは、うん、4年ぶりはでも盛り上がる ね、 もうすごいんじゃない人、うん、だからこの前小木、俺さ見れなかったんだけど、小木が出たそのフジテレビの27時間前、うん、3年ぶりだから4年ぶりでしょ、あれも4年ぶりだからすごい、いや俺さ本当バタバタしててさ、はい、家でいろいろとあったりして、うんうん、で早く寝たりとか、うん、全然 見てないのよ今回、ね、だけどさ、小木が出てるっていうのはスケジュールでしたからさ、はいはいはい、見たかったんだけどさ、うん、なんかあの周りの人の評判とか聞くと、なんかやっぱ久々だったからみんなちょっとこう待ってました感あったみたいね、なんかそれまでさちょっとフジテレビの27時間とかさ、そうそうそう、もうなんかこう、うん、いつもやってんだよこれみたいな、なんかそういう時期に、ね、ちょっとあったよね、ちょっとあったよ、うん、飽きられてたじゃないけどさ、なんかもっとバリバリのバラエティ見してくれよみたいなさ、なね、ちょっと日テレ寄りになってきたりとかさ、なんかね、いろいろあったんだよね。それがなんか完全、あれでしょ、フジテレビのバラエティみたいな感じだったでしょ、いや、なったんですよ。ね。俺の中の27時間テレビって言ったら完全、まあ、小室さんもいるから、あれなんだけど、やっぱあの、めちゃイケね。まあ、あれが伝説。まあ、あれが伝説すぎて、もうあれがもう、入っちゃってから、うん、まあ、あれを超えるもんがもうなくてさ、ずっとあれと比べちゃったから今までずっとさ、ああダメだったんだけどさ、ああちゃんとあれ波の、まあ、あれ波っていうあれは完全に出来上がったもうものだけどね、あのめちゃイケの台本をな覚えてるよ俺、うん、飛鳥さんと打ち合わせした時の、うん、あの台本電話帳ぐらいの台本なのね、すごいんだよねめちゃイケってやるね、もう台本がもう決まってからね、ね、でも今回のはもうやっぱあの3組がすごいからさ、そうもうメインの小木に聞いたら本当そんなこと言ってさ、どうだったの、うん、俺あんま見てなかったから、小木に今回27日間テレビなんとなく評判が良さそうだけど、どうしてって言ったら、いやもうあの MC の3組の腕がもうすごいんで、うん、何やったって面白くなるっ て、 ってそうよ、ただ既存の番組ただその3組が普通に、うん、そのゲストで言ってるだけだから、うん、で、それが、それでだけですごい面白いんだから。ね、だからもうあの3組がすごいってことよ。いい3組だよな。もういい3組マジで。だから、小木も出たんだよね。そう。だあの3組がいたから、もう全然もうほんと。小木面白かったでしょ、いや、小木さんが生き生きしてた。生き生きしてた。あの3人いるといいね。それはもうだってさ、まあ、安心っていうかもう。まあ、やりやすいよな。何もしなくていいわけだ。で、人たちがいるとな。そう。で東野さんもいたから、もう完璧ですよ。面白かった。で、めぐみ、まあ、めぐみさんは別にいいか。ははちょっとない太田さん見たくなっちゃった太田さんみたいになってるね、いや本当に、うん、私はめぐみさんのことはなすごくすごいやんか、なんもう恩人のような扱いだからね、うん、すごいんだから、こういうことを言うと本当にさ、その知らない人本当にめぐみさんのこと嫌いなんじゃないかとかって、うん、太田さんとは違うから俺たち、そうよ絶対違う、俺たちは本当に、ね、若手の頃にめぐみさんが何にも知らない俺たちのことを見つけて君たち面白いよって初めて言ってくれた、いわゆるテレビに出てる芸人さん、うん、
だよね。このままでやっていったらいいんじゃないってね。俺らがこうやってすごい悩んでる時に、ネタに悩んでる時に、このままでやっていったらいいよって。いいよって、アドバイスしてくれた人が、俺たちはめぐみさんのことはもう全然。だからめぐみさんいなかったら本当に、俺らいない。嫌な、あれはないよ。いい人のイメージよ。うん、そうよ。恩人ですね。恩人。恩人。うん。ただ、その、この間の現場には別にめぐみさんいなくてもよかったかなって感じ。そんなことない。ってぐらいかなってぐらい。そんなことない。恩人だけどね。恩人です。本当好きだし。ね。うん。なる、まあ、これ4年ぶりのね、隅田川もそうだけど、うん、ちょっと今年はいろいろなものが復活するから面白いんじゃない、うん、隅田川も盛り上がる。久々に俺も花火大会って行ってみたい、あの、地方のね。俺も地方の行きたいの、長岡だっけ、なんだっけ、なんかね、その三大花火のさ、音楽とさ、そうそうそう、コラボするやつ。ああいうとこ行きたいよ。あれかっこいいね。あれ、かっこいい。あ、うん、じゃあ何行くよ。行くよ、今日。何急にんコーナー、小木さん、お願いします。はいはい。小木、ゆっくり言葉。早口言葉をゆっくり言うという脳トレとして、オリジナルの早口言葉に小木さんが挑戦。我々小木あき、そしてリスナーみんなの脳の活性化を図ります。27時間テレビではその成果があまり出なかったようなので、より活性化させましょう。だから27時間テレビでそういうあれでしょ、早口言葉みたいな、言いにくいやつ。それなのよ、結局それを噛んだらダメみたいな。噛んだんだ。なんてやつだったっけな。そう、グラナダなのだぞ、グラナダなのだぞ。難しい。グラナダって地方名、グラナダね、知ってるよ。知ってる？スペイン？違う。スペインかな。違う、グラナダ。南米？なんか、グラナダってどっかあんねん。スペインか。スペインだったっけ？なんかグラナダってあるよね。で、ナノだぞ。グラナダ？ナノだぞ。グラナダ、ナノだぞ。グラナダ、ナノだぞ。言えてる？ちゃんと。うん、グラナダ、ナノだぞ。言えてないよね。言えてるでしょ。いや、だぞが言えてる。グラナダでしょ。グラナダ。ナノだぞでしょ。そうよ。それグラナダ、ナノだぞ。ほら。言えてる？それ。これ、この速さでいいの？え、それ一言言わなきゃいいの？いや、それを、交互に言って、ね、次来た時は2回。グラナダなどなぞ。グラナダなどなぞ。言えてない。言えてないよ。で、もうそれ3回。5回までいかない。あー、すごい難しい。さっきの俺が言えなかったなんだっけ？マイナンバーカード。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 マイナンバーカードでしょ？うん。うん。はい、マイナンバーカード、あれ言いづらいよね。ラジオネーム、チェリマツのゆっくり言葉。三木昴生、後世に残る昴生作家を昴生すべく、アーセイ昴生言ったことを申せ。アーセイ昴生じゃない、アーセイ昴生じゃない。そうだね、もうそこに引っかかってんだね。アーセイ昴生、アーセイ昴生ね。これひらがなのあれがいけないんだよな。アーセイ昴生だろ、だからアーセイ昴生だ、アーセイ昴生人だろ。そうだよ、いいんだろ。だ、早く言えよ。いや、言ってるよ、待って待って。アーセイ昴生、今準備中、今準備中。アーセイ昴生な、準備中だから今。言え、早く。アーセイ昴生だろ。アーセイ昴生、アーセイ昴生、そう、アーセイ昴生だろ。はい、生準備中だから今。なんだ今準備してっから今。遅いんだよ、準備が。ミキ昴生。待って待って、今、ちゃんと今、確認してる、はい。ミキ昴生。ミキ昴生。アーセイ昴生。ミキ、アーセイ昴生。はい。アーセイ昴生な、はい。準備、待って、準備させてくれよ。ミキ昴生。ミキ昴生。アーセイ昴生。はい。よしよし。うん、オッケーオッケー。行くよ。待って。行くぞ。ミキ昴生。合ってた今。合ってる。ミキ昴生。合ってる。ミキ。ね。ミキ昴生。後世に残る後世作家を後世すべく、アーセイ後世言ったことを。アーセイ後世。アーセイ後世だろ今、間違ってた？アーセイ後世って言ったでしょ。ミキ昴生。ミキ昴生の後世になっちゃう。アーセイ後、アーセイ後世じゃん。うん、今、だから俺なんつったの？アーセイ後世。ミキ昴生。前の言い方はアーセイ昴生、ミキ昴生の言い方だ。アーセイ、アーセイ、アーセイ昴生。アーセイ昴生。アーセイ昴生だね。アーセイ昴生だよね。そうそうそう。ミキ昴生。昴生に残る昴生作家を昴生すべく、アーセイ昴生言ったことを申せ。ミキ昴生。後世に残る後世作家を構成すべく、アーセイ構成言ったことを申せ。おー、うん、合ってるね。合ってる合ってる合ってる。合ってんじゃん。うん、合ってるよ、うん。ラジオネーム、チクチクのチクアブのゆっくり言葉。臭そうな草を、そそ草と早速嗅ぐ草の人し。草じゃないけどね。草ね。
臭そうな草って言ったけど。準備、待って、準備してっから。臭そうな草。なんだよ、ワンだよ。臭そうな草。待って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 。臭そうな草。準備中にちょっと紛らわしいこと言わないで。どっち？何臭そうな草って言って。草。ああ、草。臭そうな草。臭そうな草。臭そうな草。さっき変なことした？草って言ったの。本当臭そうな草。どっち？臭そうな草。臭そうな草。うん、臭そうな草を、そそ草と。草をつな、何を何を何を今準備中なんだけど。準備中になんでそんなこと言ってるの？おかしいじゃん、準備中に始めて。いや、始めてないよ。今始めてないじゃん。臭そうな草なんだけど、おぎは臭そうな草っていうの。草をっていうの。草を。草を。待って待って。うんうん、準備だから、うん。準備中に言うからおかしくなるんだよ。草。ちゃんと正式に言うから、草ね。草をね、うんうん。臭そうな草を、そそくさと早速かぐ草の人し、うん、臭そうな草をそそくさと早速かぐ、うん、もうあそこが言えたことでちょっと安心感もできちゃってね。臭そうな草をそそくさと早速かぐ草の人し、うん、臭そうな草をそそくさと早速かぐ草の人し、そうそうそう、結構難しい、ね、ゆっくり言えばゆっくり言葉なんだから、ね、そうなんだね、ね、うん、ラジオネームサムリアイのゆっくり言葉。ムカムカして、無我夢中で、ガム噛む、ベッカム。うまく噛めずに、ベロ噛むばっかり。何？ん？って言ったの今。なんかちょっと違ったかなってね、今。合ってる？合ってた？ムカムカして、ベッカム。無我夢中で、ガム噛む、ベッカム。うまく噛めずに、ベロ噛むばっかり。うまい。簡単だね、これ。ガム噛むっていうのがちょっと俺の中で違和感がすごい。無我夢中で、ガム噛む、ベッカム。合ってるね。合ってるよ。うん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ラジオネーム仲良くなりたいのゆっくり言葉。ミーシャ、猛暑でもうしょうがないと申し上げて、ミーシャ、シーシャ水、名車の旧車で九州へ行く。おー、ミーシャ、猛暑でもうしょうがないと、もうしょうがない。もうしょうがないってさ、もうしょうがないじゃん。ミーシャ、猛暑でもうしょうがないと申し上げて、うん、ミーシャ、シーシャ水、名車の旧車で九州へ行く。うん、ミーシャ、猛暑で、うん、もうしょうがないと申し上げて、ミーシャ、シーシャ水、名車の旧車で九州へ行く。惜しいね。逃がして、逃がして。惜しいね。逃がしてもう。ダメだね。なんだよ、これ。ミーシャ。ミーシャ。猛暑で。猛暑で、もうしょうがないと申し上げて、ミーシャ、シーシャ水、名車の旧車で九州へ行く。ミーシャ、猛暑で、もうしょうがないと申し上げて、うるさいな、さっきから、もう。言えちゃうから、それだと。言えちゃうから、全部そっちでなんかもうコントロールされてるから。ハモってんね、俺。じゃあ、俺のハモりについていける？ああ、だ、いけるよ。いくよ。いいよ、いくよ、せーの。ミーシャ、猛暑で、もうしょうがないと申し上げて。なんだ？ああ、悔しい。悔しいよ。で、言えんの、なんだっけ、あれでしょ、ハモリのね。ま、バナナマンの。バナナサンドでやってるやつ。ね、で、ちゃんと言えなきゃダメよ、これ。あれね。ミーシャでしょ、うん、ミーシャ、猛暑で、もうしょうがないと申し上げて、ミーシャ、シーシャ、スリー、名車の旧車で九州へ行く。ね、これがちゃんとやるからね。オッケー、行くよ。うん、せーの。ミーシャ、猛暑で、もうしょうがないと申し上げて、ミーシャ、シーシャ扱い、扱いだね。シーシャ水、シーシャ水、名車の旧車で九州へ行く。ほら、九州へ行くってなっちゃったよ。もう、気になっちゃうから。ダメダメ、そういうの。ラジオネーム、ボブサップのゆっくり言葉。武田鉄矢が、替え玉を頼んできたら、そのまま思いっきり、スープに、麺を叩きつけてやりゃいい。武田鉄矢が替え玉を頼んできたら、そのまま思いっきりスープに麺を叩きつけてやりゃいい。怒るだね。これは怒るだろうな。これはもうひどい、悲しいわ、もう。怒るよ。ラジオネーム、ガンジス川のゆっくり言葉。武田鉄矢を、たらいの下に誘導し、
そのまま何もせずにずっと立たせておきゃいい。落としてあげて。武田鉄矢をたらいの下に誘導し、そのまま何もせずにずっと立たせておきゃいい。すごいね。ねえ、お前、多分落としてほしいね、これは。たらいの話したんですよね。偶然的に。さあ、うん。こんな感じで脳を活性化するオリジナルの早口言葉を送ってください。宛先はメガネアットマーク tbs.co.jp おぎゆっくり言葉の係までどんどん送ってください。ひょっとしたら今お聞きの放送を宮崎駿監督の君たちはどう生きるかのラジオ版だと勘違いされている方もいると思いますが、違います。これは君たちはどう生きるかではなく、メガネおじさんはこう生きてるんです。それはね、おぎやぎのメガネ引きなんです。やっぱ見に行かないと。そうね、これは本当に俺が見て感想言わないといけないね。これはさ、ね、本当どうね、さえて俺が知る、どうなんだろうね、知らない俺がどう思うかっていうね、ああどう思うのか。いや本当そうでしょう、すごいんでしょう。だからなんか今回、ね、だってこんな賛否がある。でも賛否がすごいってすごいことだけどね、うん、むしろ、うん、そうジブリファンからのね、うん、の方がいいよね、うん、なんかみんながこういい言うより。確かにそうだよ、うん、ちょっと見たくなっちゃうもんね。そう、むしろ、むしろみんながいい言うよりも、うん、じゃあ今日のね、朗報、はい、ラジオネームえのきちゃん、皆さんこんばんは。夏の賞与が上がってました。ちょっとだけですが、うん、よかったでしょ。すごいじゃん。ちょっとだけでも ね、そうよそうよ。あ、やっぱちょっと景気が戻ってきたのかな、なんていうのちょっと肌で感じれますね。よかったよかった、うん、ラジオネームこもちしゃもじ、皆さんこんばんは、うん、朗報です。おカレーに納豆をかけるとめちゃくちゃ美味しいです。さらにキムチを混ぜるとより美味しくなります。やってる。あ、やってる、やってるやってる。まあ、うん、そんなに、うん、うん、そうよ、新しくもない、うん、そう全然新しくない、うん、美味しいよね。美味しい、美味しい。食べたことあるよ、うん、キムチも美味しいよ。そう、ああキムチだけでも美味しい、納豆だけでも美味しいね。何でもいいよ。キムチ結構ね、何でも美味しいんだよね、うん、美味しいよあれは。あ、うん、そうだね。チャーハン、チャーハンにさ、うん、俺最近また俺チャーハン好きで、あ、そう、子供がね、うん、やっぱチャーハン好きになってきたの。うん、おう、はいはい、ついに、しかも俺の作るチャーハン、ちゃんとね作ったやつね、美味しいっつってさ、はいはいはい、やっぱさ、いろいろ食べなかったのよ、なんか、うん、ご飯もさ、はい、なんかその白いご飯そんなに、うん、分かる、子供はね、おかずばっか食べちゃうみたいなでしょ、うん、チャーハン作って美味しいっつってさ、うん、食べたんだけど、まあ、それはもう本当に子供用に黒胡椒とかもかけないの、もう本当塩だけで、塩と最後に俺のちょっと醤油です、うん、本当ちょっとだけ香り付けで入れるぐらいの、うん、はいはいはい、それを作った後にさ、うん、だネギも入れないの。もうね、卵とね、お、ソーセージしか具は入れてないの。それはネギも、ネギが嫌いだってこと？ネギとかあんま、やっぱちょっと、ま、ちょっと辛いじゃん。なるほどね。そう。だ入れないのね。入れないで、卵と、ほんと。そう。卵とソーセージ。ソーセージね。うん、切って、はい、入れてるのを出すと、美味しいって食べるの。ほんと塩だけよ。うん、それだけも美味しいの、やっぱ俺のチャーハンだから。なんかね。で、俺食べた後に、薬味をうちを作ってるのね。ネギと、はい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 、なんか細かく切ったはい、はい、とか作ってるんだけど、うん、この前それがなかったから、うん、俺帰りにコンビニで、うん、ほんとこういう小さいさ、うん、四角形の、あの、これどれぐらいの大きさ、うん、10センチ四方、10センチ四方ぐらいのなんかパックあるじゃん、うん、あるある。それにさ、九条ネギが売ってた、ね、ネギがマイバスケットで九条ネギが入ってるの、うん、ちょうどいい、うん、もうさ全部炒め終わった後ね、チャーハン、うん、その卵とソーセージだけのやつを作った後に自分たちも食べたいから、うん、自分たちはその九条ネギをそのまま直接上に、うん、ネギはあれあれだな、直接上の方がうまいな、焼くより焼くより、うん、もうね、チャーハンの時に、うん、あの九条ネギとか、まあ、自分で薬味のネギとか切っていいんだけど、うん、あれね、焼かないで上からかけた方がむしろうまいんじゃないかな、みずみずしくなる、ね。さっぱりして、さっぱりする。夏なんだな、だから、ね。俺、油たっぷりだからね、俺のチャーハン。そうなのね。やっぱ、金満腹直伝だから、ね、金満腹の。確か油多いんだよね。油めっちゃくちゃ入れるのよ。こんな入れるの？本当に中華ってすごいもんね。すごいでしょ。ためるもんね、中華鍋に。うん。そっかそっか。だからそれがいいんだね。いいんだね。逆にそのネギがね。うん、あれネギね。そう、一緒に炒めないで、上から最後、ドサッて入れると、すっごいうまいな、歯応えも。
今度あれでハピキャンで頼むわ、それ。ああ。作ってよ。いい、作ってあげる。うん。ああ今度。ほんとうまい。ねあの薬味さえあればうまくなる。このカレー、なんだってうまい、何にかけたって。俺それを試したことないから、そのネギを焼いてないで食べるチャーハンを。ああ。全部焼いちゃうからさ。うまいよ。うん。いいね。ラジオネーム、デカメコーヒー。おぎやぎさん、コムテンさん、朗報です。うん。去年 8.8 あった僕の尿酸値が、今年の健康診断では7.3 まで下がっていました。おまだ20代半ばなのでやばいなと ね、焦ってたんですが、うん、この結果を受けてまだまだお酒を飲んでいこうと思いました。まあ下がったからね。まあね、でも 7.7 以上やばいんじゃなかったっけ、一応。尿酸値いつだっけ ?7.0 だったの。6.8? え、なんか、ね、まあでもそれに注意はしといた方がいいような、まあね、多分。だからね、俺も忘れちゃったな。俺もなんか結構、オーバーしたことはないんだけど、あの、あれなんだよ。やっぱお酒飲む人は、そうなんでしょ、ギリギリなんだ、いつも。ね。で、あれは運動するといいんだっけ、いいんだっけ。あ、いいんだっかな。やっぱそうして、ちゃんと飲めればいいんだろうね。でもまあ、そうよ。うん、お酒も飲みすぎなきゃいいんだよ。ね、本当に、うん。ラジオネーム、あと水ね。水をたくさん飲む。チェイサーを。はい、うん。それはちょっと医学的にはわかんない。俺はね。うんうん、俺はもう超水飲むからね。うん。ラジオネームポンポンペン。皆さんこんばんは。朗報です。お味噌汁に入れるナスを、揚げナスにしたらもう一段美味しくなりました。あマジで、ああ、うん。揚げナス、まあ、一仕事はだな、でも揚げナスは。一仕事だな。ちょっと、揚げんの家でね、めんどくさいんだよね。揚げナスはきついな。困るな。コクがある。いや、出るね。出るのかな。冷凍食品で揚げナス。売ってる？ありますよ。あるんですか？あるか。あれ、冷凍で。いいですよ。揚げてるか、うん、冷凍なんだから。そう。冷凍で揚げがあるんだ。いや、冷凍なんだから揚げてるよ。出して使えばいいだから。揚げてんのか、そっか。コロッケとかもみんなそうだね。そうだよ。揚げてんのか。昔の本当に冷凍食品の唐揚げとかさ、チンしたらさ、まあね、まずかったのにさ。まずかった。もうさ、わかんないね、あんなの。うまくて。カリカリでね、確かにそうだ。今うまいんだ、そうだ。何あれ、チンしたのにカリカリになるの？ね。何なの、あれ。すごいですよね。すごいね。お母さんも美味しいですもんね。なるほど。じゃあ、その、ナスが売ってると。ありますか、あります。なるほどね。味噌汁言ってみよう。そうか、うん。じゃあね、うん、あれ、行くよ。あれ行く、うん、うん。コーナー。コーナー。じゃあ、行きます。たぶんたぶん音がない、多分あるあるだろうなと思う、多分多分を紹介していきます。今回のテーマは、小木博明が主人公として登場するヤンキー漫画。よく流れている東京リベンジャーズ CM を目にしますが、その世界観に小木が混じっていると想像しながら聞いてください。うん、まずは、ラジオネーム、食べ方。俺さ、誰が一番強いとか全く興味ないんだよねが口癖で学校で一番強い。ああ、わかるわかる。そうだそうだ。ラジオネーム、うん、母さんと白熊さんが白い学ランを着ている。まあどうだろうね、うん、そこはね。白ランですよ、白ラン。白ランね。ラジオネームハッチポッチ。短ランやボンタンを着ていても。必ず派手な色の靴下を合わせているので、タコのヤンキーから差し色の小木という異名で恐れられている。いや、ヤンキー結構みんな派手な靴下履いてるから。私はやっぱ赤い靴下履いてたね。赤とか紫とか履いてたでしょ。履いてたな。そうよ。あ、だからそこは目立たないんだよ。目立たないんだよ。うん、ラジオネーム、ニコタマ金次郎。他のヤンキーが軽自動車などに乗ってる中、外車に乗っていたので、左ハンドルの小木という異名がついてる。あ、まあ、小木はね。まあ、そうだね。うん、なるほど。ラジオネーム、ツバメの番長。小木さんが殴り込みに行くときはいつも、ドナサマーのホットスタッフが流れる。かっこいい。かっこいいなぁ。でああ。合う合う合う。合うね。合うよ。あの、スローモーションだよね。うん、スローね。小木の殴り込みのシーンって。そうね。で、やっぱドナサマーだよね。ホットサマー、うん。ラジオネーム、ポンポンペン。ホットサマー？え？ホットサマーっすよ。流行語になっちゃう。ホットサマー。ね、ドナサマーの、ホットスタッフね。
ホットスタッフを早く気づいた。ホット、うん、やっぱサマー暑いからね。俺は気づかなかったけど、コムテさんで気づく。ホットサマー、やっぱ俺、ね、俺らやっぱ気づかない同士やばいんだよ。泳がそうと思ったんですかね。でもやっぱね、あまりにも笑っちゃってるから。どのサマーのホットスタッフを、だから俺は短縮していったんだよね。そう。ホットの、ラジオネームポンポンペン。普段濃厚だけど、メガネを傷つけられると、我を失い手がつけられなくなる。メガネだけはね。多分あるよ。ラジオネームバナザードアップショー。小木はどんなに殴られてもなぜかメガネが絶対にずれない。かっこいい。かっこいいじゃないの。いいじゃない。ラジオネームなかなかよく、あ、仲良くなりたい。怒った時にメガネがピカーンと光る。メガネ特徴なんだね。ね。ラジオネームミスターキーン。喧嘩に勝った直後に放つ小木の決め台詞は、喧嘩いつ始まるの？かっこいい。かっこいいな。まだ喧嘩してるつもりないね。いいね、うん。こんな感じで体験したことがないあるある多分多分送ってきてください。次回のテーマですが、甲子園で優勝するよりもハンカチ王子みたいな流行語を作ることに全身全霊を注いでる甲子園球児です。よーく想像して送ってください。宛先はメガネアットマーク tbs.co.jp 多分多分の係までです。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。マキタスポーツです。藤川島です。サンキュー達夫です。東京ポッド許可局。東京ポッド許可局のオリジナルそうめんを今年も好評販売中です。ありがとうございます。あの、我々実はそうめん業者なんですね。そうです、これ本業でした。聞きましたから、で、その仕事の合間におしゃべりしてるのをラジオで流してるっていうことなんです。そうめん、この暑い夏もそうめんがね、食べることができる季節だと思えば、そう、やっていける。僕なんか最初そうめんの魅力全然分かんなかったところからスタートしてます。ハマったもんな。今1キロなんかあっという間なくなっちゃうからね。はい、長崎県島原特産の高級手延べそうめんです。許可局そうめんね、今年も暑い夏、お中元などにもぜひご利用いただければと思います。これ腰が強くて本当最初食べた時びっくりしました。正直言うよ、これそうめんってどれも同じだと思ってたから、違うんだよね。そうなんだよね。うまかった、本当に美味しい。お買い求めなど詳しくは TBS ラジオホームページのイベントグッズ情報をご覧ください、それでは小木さん、ジャンプアップメガネチャンス挑戦しますか？はい。何ですか？はい。はい。はい。それは認めません。何ということで、おぎやはぎのメガネビーキ、今夜も放送中です。それ問いかけもあるんだ。びっくりしたよ、今。ありますよ。問いかけ。ラジオネーム、おっとめさん。私の中の朗報です。書いた読み切り漫画が雑誌に載りました。作者のコメント欄で、おぎやはぎのメガネビーキが好きだと書きました。嬉しかったです。すげえ。すげえじゃん、それ。才能あるな。読み切り漫画の雑誌に載ったって。いや、すごいことだよ、これだって。いや、漫画で雑誌に採用されるってすごいことだよ。ねえ、すごい厳しいって言うじゃん、あれ。めっちゃくちゃ厳しいらしいよ。ねえ、めちゃくちゃだよ、あれ。ええ、すごー。やるじゃん、おっとめさん。本気上げのメガネビーキ好きって書いてくれたの。嬉しいね、おっとめさん。嬉しいじゃない。結構そういう人が聞いてるの、あの人。ジャンクファンがさ。って有名なのはあの人はね。誰？壇蜜さんの旦那さん。はい、壇蜜さんの旦那さんね。あの人ジャンク聞いてんね。はいはい、へえ。そうなの。すごいよ、あの人。すごい人よ、うん。確かに漫画家とか、そうなんね。ああいうやっぱ作業する人ね。夜中作業してる人は、チーク人多いよね。そうよね、ラジオネーム、佐藤ちーちゃん。小木さん、八木さん、小室さん、スタッフの皆さん、こんばんは。本日のメールテーマは、朗報です。うん。一級建築士。一級建築士試験の学科試験突破しました。うん、すごい。今週の日曜日に試験があり、なんとか合格基準点と同じ点数だったので、
次の製図試験に向けての準備に入りたいと思います、ね。引き続き製図試験の勉強も頑張ります。よろしくお願いします。学科と製図で分かれてんだ。でも学科行けばもう製図なんて簡単なんじゃないの？どうなの？わかんないけどいいな。でもいいね。憧れの職業だよね。一級建築士で。だって俺がほら、うん、作太郎になってほしい職業。ああ。いつもこういう積み木みたいなものをね、うん、やった時にすごい褒めんだから、うん、すごいなんだよこの家こんな三振の家あんのかよ向いてんなねえ作太郎はお家を建てるのがすごい得意なのかもね、いい教育だなそれ、すっごい積み木のもう斬新じゃん子供が建てるもの、まあね、確かに何これ入り口何個あるのこれすごい住みたいなこことかって言ってたらやっぱり半年ぐらいしたら、まあ、パパにね将来ね建ててあげる、あらその気になってきた、ちゃんと。だからもう俺はもうずっと積み木とか、あるのよ、あと今マグフォーマーってさ、マグネットがついてる、まあ、積み木の現代版みたいなやつなんだけど、それでいろんな形作れるのね。それでもさ、立ててくれるの。本当ああいう、サグラダ・ファミリアみたいなのとか。おぉ、そういうのができるんだ。すごい。ああいうの。俺、将来の、俺は世界のあの賞、プリッツカー賞とか。はい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 。作太郎がプリツカー賞を取ることが夢だよ ね、まあ、ね、このまま建築家 の、ね、だからこの一級建築士になったなんて聞くと、ね、いいな、かっこいい、かっこいいよね、やっとしいよ。さあじゃああれ行こうね、何ですか、コーナーに、コーナーに、うん、クソクソ川柳、はい、クソメンクソガールをテーマにした川柳を紹介するという非常にわかりやすいコーナーです。フジテレビの27時間テレビの出演を終え楽屋で着替えながらエンディングを見ていた小木が、あれ今年は新人アナウンサーのホットスタッフ合唱ないのと残念がっていたというドラサマーの名曲が流れる中紹介したいと思います。まずはラジオネーム、ウエストサンセットシティ。後ろの席にプリント回すのノールックあ、はいはいはい、やってたやってた、見ないでね、いや見ないで、特に女の子の時 ね、そうやるね、特に女の子の時あれノールック車ね、ラジオネームネクタイ軍曹、ゴゴティーを午前に飲んだと指摘するそれなあいるわー、いるいる、これ言ってくるやついるわこういうくだらねこと言うやついるなー、ね、ラジオネームウニ丼はおやつ、サングラス先輩に見られてすぐ外すやっぱね、まあそれはだっていけないんだから、まあね、確かに先輩の前ではってのはあるよ ね、うん、先輩の前でサングラス失礼だっていう風潮ってさ、うん、これこそ本当に日本っぽいじゃん、うん、これいつなくなるのか ね、やっぱすっごい失礼だイメージあるじゃん今、うん、今はね、でも本当そんなの多分外国で全くないでしょ、だって全くない、3から目を守ってんだから、そうあれはちゃんとしたことだから、ひでもなかったからダメだよなあれね。ラジオネームファッションはパッション、竹馬に乗って女子を追い回すいや怖い怖いやつだよこれ、そうめんなのかこれ、ラジオネーム来世は朝顔、小枝持ちカマキリ相手にチャンバラするあやった、うん、あーなんだろう、なんか遠いなんか思い出に何かあった気がする、それ、ね、やった気がしますね、やったでしょ、うん、お台場にねカブトムシのね、うん、やってるイベントがあったの、カブトムシがいっぱいいるの、うん、で、はいはい、俺もほんとうちの子供は東京の子だと思ったんだけどさ、うん、カブトムシさんがいないから結局そこ連れてくわけ、うん、お台場のあの、はいはい、アクアシティかな、うん、の中でそういうイベントやってて、はいはい、あのまあ小屋みたいなの作ったって中に入れんだけど、うん、木がおあって、そこにいっぱいカブトムシ止まってんの。うん、もう絶対、俺は今まで人生で捕まえたことがないぐらいでかいカブトムシの。おぉ。だから普通に楽しいの。こんなの、確かに森に連れてって、昔だったらね、はい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 、ね、うん、あの夜仕掛けしといて、ほら、これカブトムシだよって見せてあげるのもいいけど、あんなものは俺見たことないもん。あ、そう。超でかいだぞ。それは、なんか特殊なやつじゃなくて。いや、あれは。高いやつとかあるじゃん、なんか。高いんだろうな。やっぱ高いやつ、ね、で、別の部屋であの有名なさ、あるあるある、ヘラクレスだっけ、ヘラクレス。ソーカブト。なんかね、すごいやつね。ヘラクレスいたんだぞ。あの、それこそ、ヘラクレスはまあこのペットボトルぐらい嘘だな。ショート缶いや、ショート缶より大きいよ。
この。いや。缶コーヒーのショート缶よりヘラクレス。例えば、ツラまで入れたら、本当にこの500のペットボトルがあるんじゃないかな。ツラまで。全部。ツノーまで入れて。そんなでかい？それは言い過ぎ。それは言い過ぎ。言い過ぎだよ、それは。それは言い過ぎ。なんで言い過ぎなこと言う。わかってるよ、そんな。あんなだって日本で見れないでしょ？見れない。まあ見れないね、うん。そういうとこ行かないとね。すごいんだから。ヘラクレスはまだ見たことないの、確かに。ラジオネーム、メッシュ心にまみず。動物園。猿を煽るも無視される。わかるわかる。よく煽ってたラジオネーム、豆腐小僧。揚げ物、やたらとポン酢で食べたがる。揚げ物、揚げ物、ポン酢で食べたがる。なんだろう、揚げ物、ポン酢、何食べるの、揚げ物？食べないよ。いや俺も、まあ、ちょっと出てこないんだけど、揚げ物、ね。あ、でも、とんかつを、ポン酢のおろし。なんかあるね。おろしポン酢。おろしポン酢はあるか。あってもいいね。あるな。でも、揚げ豆腐。揚げ豆腐はフライはよくね。フライポン酢あります？フライ？アジフライとかね。食べない？いや、あげないよ。いや、コウテさん。いや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 。コウテさん、コウテさん、もういい、もういい、もういい。もういい、もういい、そんな。やめて。もういいから。やめて。ないくらなんでもおいしい。何が醤油払うのよ、まず。何を言っても。アジフライとソースが醤油を広げようとしないで。広げようとしなくていいから。いいから、もうやめて、やめて、やめて。もういいけど。ポン酢でもいいから、いいから、いいから。そんな、いい。これ広げることじゃないから、別に。いいよ。もうあれは違うからポン酢美味しいですよ。ソースか醤油だから、あれはポン酢はないからもうこんなにポン酢が好きな俺がだってやんないんだよ。俺ポン酢が一番好きなんだもんな。いやそうだ、ね、よく言ってるよね。俺ポン酢が一番好きなんだよ。そうそうよ。そういつも言ってる。味くらいもいやーちょっとこっちはもういいから、もうやめて、もうやめて、もうバッカみたいな、バッカみたいな、バッカじゃないよ。奥さん、いやらしいね。壊れたメガネのフレーム、セロテープで止まってるんだよ。よろしくねえじゃん。なんか、なんか、これ、セロテープでメガネ止めてる奥さんって、すごいこう、開放的な感じがする、性に。ああ、確かにそれはあるかもな。なんかね、開放的ね、わかる。股が緩そうな感じがするな。緩いね、緩そうだわ。確かそうだな。じゃあちょっと、あちらのコーナー行くみたいです、うん、はい。こんばんは、 TBS アナウンサー佐々木舞音です。新たな放送文化を築くべく、放送中の出来事で後世に残したい言葉や行動を表彰するおぎやはぎ最新語流行させたい語大賞。選考委員であるリスナーの皆様から寄せられたものの中から厳選されたノミネートを発表させていただきます。それでは矢作さんが体調不良から復帰して普段通りが一番いいなと改めて実感した7月20日の放送から選ばれたノミネートの発表です。まずはこちら、ラジオネームベロリンガーさんからの推薦です。1時19分矢作氏の体調不良について話しているとき、小学校のときに湯船でおならをしたら身まで出てしまったと話す小木氏が発した恥ずかしい気持ちを表す新しい言葉、手で全部そのはずっちえバレたくないからさ。いや子供だから言えないんだよ。あれ怒られるんじゃないかと思って。だからやっぱ普通の顔だ。手で全部その、バレたくないけどさ。言ってくれよ。そう。続いてのノミネートはこちら。ラジオネーム、ちゃんとリンスしてくれるシャンプーさんからの推薦です。ポッドキャストの43分、世界各国の首都が言えるかという話の流れで、クイズ風だが、矢作氏に小木氏が答えを合わせに行くという漫才のようなやりとりを見せたとき、小木氏のボケに注目が行きがちだが、実は結構首都を覚えている元国旗言える少年だった矢作氏の様子。そして、そんな漫才のようなやりとりの中、オーストリアのときに
突然小木氏が見せた意外な答え。普通に答えちゃう。北欧いける？北欧いけるよ、大体。デンマーク。デンマークなんてわかるよ。一番有名じゃん。あれ合ってんのあれ合ってるよ。アメリカでも合ってんの？なんだっけ、デンマークが一番有名じゃん。コペンハーゲンで合ってんの？コペンハーゲンだよ。コペンハーゲン。ノルウェーは？ノルウェーも有名じゃん。ノルウェーはあそこ有名とこ合ってんの、うんうん、あそこはそうだよ。オスロで合ってる？オスロ、オスロ。オスロ。オスロ、オスロ。全部合ってるよ。うん、あれ、スウェーデンは？スウェーデン？あの有名なとこで合ってる。スウェーデンって？ストックホルムだって。ストックホルムじゃん。ストックホルムだよ。合ってるんだよ。全部合ってるんだよ。そうだよ。あの辺全部いけるね。合ってるんだね。オーストリアとかは？オーストリアはもうウィーンでしょ。うん本当に知ってるやつは言うの。ケイちゃん、ウィーンは知ってんの。続いてのノミネートはこちら。ラジオネーム、チョコ抜きキノコの山は認めませんさんからの推薦です。2時5分頃、長谷川京子さんの熱愛報道を受けて、矢作氏が、まるでアメリカの有名ドラマの登場人物のようだと話したとき、その絶妙さに、一瞬疑った小木氏も納得させられた、多分どこにも存在していない、矢作氏ならではのドラマのタイトル。セックス・オン・ザ・シティ。この人はもうハリウッドセレブなんですよ、感覚。なるほど。だから本当、セックス・オン・ザ・シティ。はっきり言ってる。本当、はっきり言ってる。リアル現代版っていうのかな。はいはいはい。はいはいはい、ね、本当それをやってる、字でやってる人ですから、セックス・オン・ザ・シティを。セックス・オン・ザ・シティでいいんだよね。セックス・オン・ザ・シティでいいんだよ。合ってるよね。うん、俺も一瞬ちょっとそんな名前だったっけなと思ったけど。出んじゃないそのうち、セックス・オン・ザ・シティにも。そして、2時11分頃、そのタイトルに対してのリスナーの正しい反応。なんであんなに確認までしてんのに合ってるってなんだろう。なんか来たよ。なんでそうだよ。ラジオネーム、シーサイドスカット。大木さん、八木さん、小室さん、こんばん。おい、何回、セックス・オン・ザ・シティって連呼すんだよ。何なんか違ってた。なんか違ってた、まさか。なんだ。なんだ。何違った。何がどっち、セックス・オン・ザ・シティ？それはいいんだよね。それはいいんだよ。嘘だ何回だって何回セックスオンザシティって連呼すんだよってセックスアンドのシティだよって。あ、本日は以上です。セックスオンザビーチがいいということで、おぎやはぎ最新語流行させたい語大賞では、皆様、おー、びっくり、あー、怖い、何ですか？はい、ありがとうございます。メールですかね、何だろう。いや、遠いすぎだろ。回しやってんだからさ。そうだ、そういえば先週佐々木舞の雪のゆっくり言葉ありましたね。あったっけ。それではラジオネーム、サムリアイのゆっくり言葉。サムリアイが難しいからな。ガが強いが、カヤガが嫌いな、カガヤカガ、野外でガヤガヤ騒ぐ。ガが強いが、かやがが嫌いな、かがやかが、野外でがやがや騒ぐ。なるほど。いやー、ちょっと、久しぶりのゆっくり言葉なので、緊張しますけど、でもこれまでのに比べると、ちょっともう短めですし、いけるんじゃないかなって思います。では、これを早口で2回言わせていただきます。ガが強いが、カヤガが嫌いな、カガヤカが、野外でガヤガヤ騒ぐ。ガが強いが、カヤガが嫌いな、カガヤカが、野外でガヤガヤ騒ぐ。よし、やったー、イエーイ。はい、久しぶりでしたけど、今回はガがたくさんあって、このガの言い方っていうのはもう1年目のアナウンス研修でたくさん練習したので、よかったー、嬉しい。うわー、達成感すごい。これが TBS アナウンサーの確かな技術です。確かな技術だ。でもメールが
まだありますね。ゆっくり言葉一つだけじゃなかったでしたっけ。一つだけだね。だからえ、なんだろ う, もう来てんのよ、毎年。緊張しちゃうの、毎年。ラジオネームランニング大好きさん、マイネさんこんにちは。ああなんだ、私宛にいただいたメールですね。こんにちは。暑い日が続いていますがお元気ですか。はい、元気です。先日エルマーの冒険展に行かれていましたね。僕も大好きな作品で、子供の頃に読書感想文を書いたことがあります。あ、そうなんですね。僕はカラスのパン屋さんがお気に入りだったのですが、マイネさんは他に子供の頃によく読んでいた絵本はありますか。なんだろう、たくさんありますよ。よろくまくんシリーズも大好きでしたし、あとは腹ペコ青虫も今も時々読みたくなるくらい好きですね。今もグリとグラ、ソラマメくんのシリーズ、あとは初めてのお使いももう何度も読んだ記憶があります。絵本いいですよね、なんか癒されますよね。続いてラジオネーム橋本パンダさん、マイネさんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。マイネさんに質問です。はい、東京で遊びに行くならどこがおすすめですか。どこだろう。私は地方に住んでいるのですが、8月の下旬に乃木坂46のライブで東京に行きます。わー、いいですね、羨ましい。マイネさんのおすすめスポットをぜひ教えてください。どこなんだろうね。どこだろう。渋谷新宿表参道あたりはおしゃれなカフェとか美味しいご飯もありますし、いや楽しいんじゃないかなと思いますけど、ちょっと東京から少しそれてしまうかもしれないんですけど、私の生まれた横浜ぜひおすすめさせてください。夏の山下公園とか中華街とか、まあ、ちょっと暑いかもしれないですけど最高ですよ。美味しいものもたくさんあるので、ぜひ東京も横浜も楽しんでください。いや皆さん本当にメールありがとうございます。いやでも入ったな。ゆっくり言葉に加えてお便りも読んじゃったから、絶対今頃スタジオでおぎやはぎさんに長いって言われてるんだろうな。言ってないよ。お願いですからミスターマリックさんと同じ髪型にするのだけは勘弁してください。本当にお願いします。思いもしなかった。ということでおぎやはぎ最新語流行させたい語大賞では皆様からのメールをお待ちしております。後世に残したい最新語流行させたい語の放送時間と内容を記載の上メールをお送りください。様々な角度からの推薦をお待ちしております。ミスターマリックと、それではまたお会いしましょう。TBS アナウンサー佐々木舞音でした。驚くよ、驚くよ。結構驚くんだぞ。すごいな、ミスターマリックいると。確かに驚くな。町の中華でしょ。だってそうだよ、ちゃんとマリックさんだと思って挨拶したら、ちゃんと立ち上がってニコッとして、あこんにちはって言ってくれる。なるほど、いい声でね。まだね、あれね、すごいんだからね。あ、しい。全部でもやっぱスプーン曲がってたぜ。レンゲも曲がってたよ。すげえ。ラジオネームひらがなで腰痛い、皆さんこんばんは。朗報です。トマト、キュウリ、ナスなどの夏野菜が安くなってきました。夏野菜は食べ方が無限です。塩をつけて食べるだけでも美味しいです。もうマイネと間違えてんだからね。何だろうそのね、マイネ行きの、でも朗報だから、でもいいね、夏野菜の、まあこの朗報は俺もいいメールだなと思うよ。思うよね、そういうやつっていいよね。いいね、野菜の話。ザルに入ってる ね、なんか冷えた水かかっててさ、氷とさ、冷えてさ、そう、きゅうりうまいよ ね。俺マヨネーズなんだけどね。きゅうり、俺マヨネーズが大好きだから。あ、野菜トマトもきゅうりも。あ、そう、つけ、何もつけないかな。きゅうりは味噌かな。味噌ね、味噌、うん、トマトはつけない。もうラジオネームナポレオンのナポリタン、皆さんこんばんは。朗報です。今大学のレポートを書いてるんですが、2500字書かなければいけないうちの2200字分ほど終わりました。あと少し頑張らせて終わります。もう終わってるもん。もう簡単じゃん、300は。ってとうとう、あのね、400字詰めの、そうでしょ、あれに書くやりだでしょ。あれなんて言うんだっけ、原稿用紙、原稿用紙あと1枚、うん、2500って原稿用紙何枚、4、6、24、6枚とか7枚ぐらいなのか。6、7枚結構大変か。まあまあまあ大変だね。ああ。まあでも。まあでも終わりだもん。いけるいける。うん。いいじゃん。
ラジオネーム、姉もね、小木さん、八木さん、小本さん、こんばんは。朗報です、はい。8月に旦那さんが5日間タイへ出張することが決まりました。うん、つまり、夕飯もお弁当も作ることなく、5日間朝から晩までダラダラできるんです。8月が今から待ち遠しいです。小木さん、リークしないので泊まりに来ませんか？ああ、いいね。ああ、いいね。確かに行きたいけど。でもこんなになんだな。いやね、奥さんってそういうことなんだね。うちの妻、悲しがるよ。いや、それはほら、お子さんいるから、ね、お子さんの、お子さんいなかったとしても。いなかったら全然もう嬉しいよ、ね。いや、うちの妻、俺が5日間行くなんて言ったら、いや、嬉しい。どうにか2日にならないもん。ねえ、ケンさん、ケンさん。そんなな、言うわけないよな。こんなになっちゃう。まずいないよ、そういう夫婦なんて。うん、旦那が、うん、だって浮気疑われるよ、まず俺は5日間もタイに行ったら絶対やばいって。ああ、そういうことで、うん、それもちょっとおかしいよね、浮気疑うっていうの。そもそも信用してないから、やっぱ俺のことを基本的にだから言ってほしいってことですよ。だからそうでしょ、寂しいって言ってさ、言ってほしいっていうのさ、疑ってっからよ。そうなの。そうよ、いなくなるってこういう風になってるの。だってこれそんなに多分まだ結婚してその長い感じもしないじゃない、ね、確かに俺も確かにそんなに、うん、奥さんが5日間どっか行くって言ったらどうなの。俺はあの嬉しい。え、うん、なんか楽しんでんだなと思うと嬉しい。それ浮気できるからだろ。そこじゃないよ。え、違う浮気じゃなくて嬉しいったら嬉しいやつ。本当、うん、なんかこうおぎやね、浮気する気満々、ね、やめて。